さあこちらにはフィギュアスケート男子シングルで見事銀メダルを獲得されました鍵山優真選手とお父様の正和コーチに来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。改めて少しお時間が経って今銀メダルを取ったという実感というのは鍵山選手湧いてきましたか？そうですね、まあそうですね、まあ、メダリストっていう実感はでもそんなにないかな。まだメダル見ればそうですね、まあ、メダル取ったんだって思いますけど、もう気持ちは次に向いてるので、反省会はもう終わりました。今日はお二人のことさまざま聞いていきたいんですが、ちょっと見ていただきたい映像がありまして、はい、スタート。夢はオリンピックに出たい。もう本当に可愛らしい、6歳の頃の映像ということなんですが、お父様可愛いですよね。こんな映像見せられちゃうともうこれから怒れなくなっちゃいますよね。やばいですよ ねオリンピックに実際に出るっていうふうに正和コーチは当時は思われてましたか？いや、多分オリンピックって言葉を言ってるだけで、そのオリンピックっていうものが何なのかっていうのは多分分かってなかったと思うんですよね。で僕がオリンピックに出たっていうことを多分知っていて、でそれで多分つられてる感じで言ってるだけなのと思うんですよね。まあまああんなにちっちゃいし多分理解はしてないと思います。スケートから気持ちが離れそうになったりだとか、反抗期であったりだとか、そういう時期って鍵山選手ありましたか？まああったっちゃあったのかな。なかったっちゃ、なんだろう、なんか一人で集中できないみたいな時は結構ありって、なんだろう、なんか自分のやるべきこととか全然分かってなかったから、そのただ言われてこなして今日はいいやみたいな結構あって、すごいなんだろう、多分その時が一番スケートに向き合えてなかった、真剣に向き合えてなかったのかなっていうふうには思ってます。お父様がそういった少しスケートに向き合えていなかったっていう優真選手の時期に種をまいていたっていうことを伺ったんですけど、どういった種の撒き方を当時されていたのかっていうのを教えていただけますか？僕自身が撒いた種っていうのはもう本当に本当に些細なことだと思うんですけど、怒られるのが嫌って言ってましたけど、それでもスケートには行ってくれていたので、まあ、自分で種を撒いてたっていう部分はすごく大きかったと思いますよね。普通だったらね、スケートも嫌でスケートにも行かなくなっちゃったりっていうことが多分たくさんの人が多分そうなると思うんですけど、スケートにだけは行ってはいたので、練習の内容は薄かったかもしれないんですけど、まあ友達がいた、もうそれはどんな理由であっても構わないんですけど、スケートにだけはちゃんと行ってましたから、それがまあ一つ救いにはなってたんじゃないですか。まあ一つ種といえば種だったんじゃないですかね。なるほど。お父様がご病気をされてという時期も、帯同なかなか難しいという時期もあったと思うんですが、まあ親としては中学校3年生で多感な時期に自立をさせなければいけないっていうところはちょっと苦しかったですよね。まあ普通だったらね、こうわがまま言って反抗期もあってっていうのがまあ叱るべき姿だとは思うんですけど、ね、朝の練習行く時も叩き起こして連れて行かなければいけないっていう年だとは思うんですけど、自分で朝起きて一人で練習に行って、っていうことをさせなければいけなかったっていうのはちょっと辛いですね。辛かったっていうか、まあ、その時の、自立の
できたおかげで、まあ、今の自分の性格だったり、そういうものがあると思いますけれど、まあ、今はそれを自然とできているのが一番成長できたかなって思うので、なんか結構性格も結構変わっちゃって、几帳面というか、なんか自分のやるべきことをやらなければ結構ムズムズしちゃうので、なんか決まった時間に起きてやるべきことをやって練習してっていう風に毎日過ごしていったら、それが自然とできるようになったっていうのが本当に成長かなと思います。ぜひ今日はお二人でのインタビューなので、お隣のお父様に感謝の思いを伝えていただいてよろしいですか？ありがとうございます。いや、感謝をするのはこちら側で、はい、ここまで連れてきてもらったのも僕ですし、だから感謝しなければいけないのはこちらです。ありがとうございます。なんだろう、まあ、関係者だったりとか、まあ、スポンサーさんだったりだとか、本当に、まあ、中学校高校の先生とか、スケートのことをしっかりと考えてくれているので、そういう方にはすごく感謝していますし、それに応えるためにもっともっと頑張らなくちゃいけないなと思うので、これからも諦めずに、まあ、自分の道を貫いていけたらいいなっていうふうに思ってます。今後も本当に楽しみにしています。はい、今日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。